ダメだダメ早い早い早い。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、と来たよ。来ましたね。はい、どちらですか。今日は埼玉県蕨市に私やってまいりました。はい、でね、あ、そうだ、その前に君、はい、制限1万人おめでとう。ありがとうございます。いや、すごい早いね。1年も経ってないよね。1年ちょっとですかね。いや、ジョニーさんのおかげで最初いろいろ宣伝していただいて本当にありがとうございました。あれは紛れもない実力なんで、それ置いといて、はい、今日来たお店なんですけども、もつ焼き琥珀さんというお店にやってまいりました。激辛チャレンジメニューがあるということで今回やってまいりました。これなんか2年前にやってたらしいんですけど、今はちょっとやってないらしいんですけど、超絶鬼辛麻婆チャーハンという、とんでもない。で、これ10分以内の完食で金宮一升瓶プレゼント。おお、やばくない？まあでも10分以内だからね。10分、しかも 400g、 結構量あるんでいけるかどうかわかんないですけど、行ってきましょう。頑張ります。じゃあ行きましょう、レッツゴー。埼玉県蕨駅から徒歩1分の距離にある琥珀。国産牛の生もつを贅沢に使用したもつ鍋や、北の大地で育った北欧鶏を使用した焼き鳥串など、素材へのこだわりを追求した居酒屋だ。今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。2020年の冬に期間限定で販売していたのが超絶鬼辛麻婆チャーハン。主な辛味は3種類。過去にギネスに認定されたスコーピオン、激辛唐辛子で知られるハバネロ、そして一味唐辛子だ。これら3種類の唐辛子がチャーハンと麻婆豆腐それぞれに入っております。麻婆豆腐は豆腐、豚のひき肉、ネギを加えしっかりと火を通します。炒めたチャーハンを丼へ。上から激辛麻婆豆腐をかけ、鷹の爪を刻んだもの、ネギ、仕上げに卵黄をトッピングしたら完成。琥珀激辛メニュー超絶鬼辛麻婆チャーハンのお目見えだ。ちょっとさ、味見して。ちょっとマジっすか、うん、ちょっとこれちょっと味見しなさい。これ何ですか、牧用ですか。牧用です、特別にちょっといけるな。先僕ですか。当たり前。大丈夫ですか。俺はもう食べたらもう戦いに入んだから。いってらっしゃい。ありがとうございます。辛っ、やばい。おお、ウーロン茶いくね、グググク。俺いけそう。いや、君なら。いや、わかんない、ちょっと腹いてんぞこれ。マジで後から来る。もう来る。このチャレンジ非公式なんでね、一応まあでもまあ前のやってたこれ10分以内で、まあ君は一生瓶じゃないですか。これは別に僕が仮にクリアしてもこれ別に一生瓶じゃないじゃないですか。これまあ非公式チャレンジということで。なるほど、はい、ああ辛い、あー辛い、痛い、痛いぞ。頑張ってください。 400g だから。 400? 普通の量としても結構な量ですよね。チャーハン頑張ってください。いただきます。もう後からやばいので、とにかく食べるしかないです。あ、痛い。うん、お味はどうですか。まさか喋れないやつですかね。うん、うん、うん、さあジョニーさん、ここで間もなく1分経過です。うん、うん、本当に言うしか言わなくなっちゃいました。うん、さあただいま5分の1ぐらいですかね、食べられましたけれども、痛い、もうとにかく痛い。わかりますよ、その気持ち。今も痛いです。
大丈夫ですか？大丈夫かな。大丈夫じゃない。あ、これ結構ガチなやつですね。さあ、間もなくジョニーさん2分経過です。喉通らない。受け付けないですよね、喉。わかります、マジでわかります。これは辛い、これは辛い、これは辛い。マジ通らない。いや、僕今クソ腹痛いです。さあ、ただいまジョニーさん半分ほどなんとか書き込んだけど、もう喉が通らない状況みたいですね。ちょっと付き添ってよかったです。喋れそうもないので。さあ、見せてくれ、激辛ジョニーの石を。ああ何うなされてるんですか。これはやばい。脱ぎますか。ここからも自分との戦いですよ。辛い。辛いね。これはやばい。ああ辛い。辛いね。もう辛いし、喉が通らない。辛い。辛いね。ダメだ。ダメ。早い早い。ジョニーさん、ただいま3分30秒のところで結構限界を感じているものです。頑張って半分は食べたんですけど、ちょっともう喉に通らないみたいです。僕さっきの一口でもう本当に死にそうでしたので、ちょっと頑張ってほしいところであるんですが、本当に辛い。どうですか、名古屋の時とまたちょっと違った痛みですけれども、もう痛いですね、とにかく痛い。いや、もう見てるだけで辛い。さあ、そして2分現在切りました。こっからなんとかいければ。先に出します。ありがとうございます。頑張ってください。これは10分無理よ。店員さんからちょっとアイスをいただいてます。ジュリーさん、これを見て頑張ってほしい。さあ、迫るところ。やっぱり半分抜けちゃう。そうですね、半分ちょっと時間が長ければいける感じですか、ジョニーさん。もうそういう問題じゃない。歯がしびれてきた。予想外です。ジョニーさん、ちょっと時間は1分切ってしまいましたけれども、このペースだと厳しいでしょうか。辛い。さあ、30秒切りました。進まない。ちょっと時間内は難しそうですね。時間が切ってしまったので、一度タイムチャレンジは終了ということで、このままちょっともう10分完食しきるか見ていきます。とりあえず制限、食べきるまで帰れませんに変更します。いや本当にちょっと、とりあえず時間10分というよりも体が、これきついわ。ちょっと10分は無理だ。もう食べちゃダメだから。これまだですね。溶けちゃうもん、だってまだ溶けないですか。溶けちゃうよ。ちょっと冷凍庫戻してきます。あと10分以上かかるから、食べないと店員さんに申し訳ないから。僕がもらいます。ふざけ。マジでやばい。単純に一回さ、話して、ちょっととりあえずじゃあ溶けちゃうから。そうですね、溶けちゃうから。言い訳するな。言い訳じゃない、これ溶けちゃうから。リアルにすごいと思います。でも半分だけど、ちょっとお腹が熱くなってきた。待って、シャレにならないこれ。さあ、ジョニーさん、ちょっともう本当にガチな腹痛みたいですね。さ
差し入れもしていただいたということなのでね、まあ無理はちょっとしない方がよろしいかもしれないですけど。おっと、ここで一気に行かないと死ぬぞこれ。そうなんですよ、僕もそう思います。再び10分経過ということでね、もういいじゃん、もういいじゃん、タイマー。とりあえず食べきっていただくことがすごい嬉しいなとは思います。あ、腹が、さあ、いった、もう最後かき込むだけです。ジョニー様どうなる、大丈夫か、水で流せれば。さあ、お願いだ、頑張ってほしい。さあ、水で流して。いける、いける、ジョニーさんなら。いけるはずだ。みんなの期待を背負って、最後一気に行きますか。さあ、ここで再び止まってしまうか。もう本当にあと少しですね。何？まだ行くというのか。終了にしますか。ジョニーさん、よく頑張りました、素晴らしいです。あー、ちょっと無理だ、ギブだこれ。これダメだ。ギブアップ。あと金払うから、ああ、牛乳買ってきてくれない？あ、いいよ、今もう動けない。ということで、ちょっとこれはいけんかったわ。もう一息だったんですけど、ちょっとメンタルが追いつかなかった。あとちょっとだったけど、あとちょっとが、まあ、事前に電話して、これ食べれますか、超絶鬼辛麻婆チャーハンこれ食べれますかって事前に電話して、まあ、OK が出れば、まあ、なんか食べられるそうなんで、まあ、興味ある方は食べてください。ただこれやばいんで、マジで本当に無理だけはしない方がいいかなと思います。はい、マックス10だ。量がね、400g だからかなりやっぱちょっとそこがいけんかったな。すいません、はい、なんでまた出直します。最後もね、本日恒例のお便りコーナーということでね、よくわからないコメントが来てるんで、読んでいきたいかなと思います。はい、ペンネームタミヒロさん、男の喘ぎ声なんて普段は聞きたくもないけど、なんで激辛食べる人の喘ぎ声は笑って見てられるんだろうか。変態だからだ。